械生命体たちの投稿かって言っても、出会ったらすぐに殺しそうだけど。提案、同族である機械生命体パスカルからの情報入手。なるほど、パスカルなら何か知ってるかも。もしもし、聞こえる？パスカル。ああ、トゥービーさん、どうしたんですか？最近の機械生命体の動向について何か気づいたことがあれば教えて。最近の機械生命体の動向ですか？そういえば2日前、中央ネットワークから外れた機械生命体たちから和平協定の連絡がありました。和平協定？ええ、ネットワークの支配から逃れた者たちがこの村と同盟を組みたいと。ならパスカルの村に合流すればいいだけなんじゃ。いえ、すでに大きなコロニーを作っているそうです。コロニー？はい、廃工場に逃げ込んでいるようです。興味があるようでしたら場所を転送します。お願い。私もそろそろ話しに行かないといけないと思っていたので、現地で合流しましょう。了解。目標地点の情報を入手。マップにマーク。トゥービーさん、こんにちは。じゃあ行きましょうか。同盟を結びたい機械生命体はこの奥にいるそうです。しかし気をつけてくださいね。我々機械生命体は危険ですから。自分たちが危険？ええ、客観的事実です。ネットワークから切り離された私たちはお互いの情報を共有していません。言葉を交わしても本心とは違うかもしれませんので。言葉ついてきた。トゥービーさんがここを紹介した以上、責任を持って最後までお付き合いする必要がありますので。一応感謝しておく。あちらの扉を開くと教祖様のいらっしゃるお部屋です。教祖様に私たちはお導きいただき、この地上から苦痛と戦争がなくなります。神を信じるようになって心に安らぎが訪れました。あの、私パスカルと申します。和平交渉についてお話をさせていただくために。教祖様は神になった。神になった。教祖様は神になった。神になった。教祖様は神になった。神になった。私たちも神になる。神になる。私たちも神になる。神になる。君たちも神になる。神になる。君たちも神になる。神になる。君たちも神になる。神になる。みんなで死んで神になる。
中しているようですね。しかし興味深い、こんな特殊な思想を持つ機械生命体は見たことがありません。きっと貴重な産物として。いいから逃げる。バーカー、こちら 2B 廃工場跡地で適正機械生命体と遭遇。脱出ルートの確保を要請。通信環境が不安。救援信号ループ発進。了解。クソ、君たちも死ぬためになるのだ。死後の世界は素晴らしい。死後のことは最後の世界なのだ。死んで神になれ。みんなで神になろう。僕たちも神になるため何もない。本体にエネルギーシールドを確認、物理防御シールドを確認。報告、遠距離攻撃、近接攻撃とも効果なし。どうすれば。本工場から大量のエネルギー供給を可能。推奨、エネルギー供給源の破壊。ナイエス、今遭遇している大型機械生命体が。大丈夫です、
モニターしてました。工場の電力を落とします。お願い。システム掌握率 80%。 トゥービー、あと少しです。 90%、 92、 95、 98。 電源供給を停止させました。トゥービー。敵機械生命体のシール解除完了。Yeah!
してやる。いやー、ひどい目に遭いましたね。しかし、あの廃工場の地下にあんな巨大空間があったとは。いつかまた調査しなくてはなりませんね。その時は、トゥービーさんとまたご一緒できれば。断る。私はレジスタンスキャンプに行く。パスカルはどうする？私は自分の村に帰ります。村の撮影をしなくてはいけないので。そう。こちらレジスタンスキャンプ。通信状況が悪い。電波障害を確認。機械生命この通信地震要請頼む。急ごう。やだ誰か助けて。早く逃げるんだ。アンドロイドも食ってる。大丈夫？急に奴らがキャンプになだれ込んできて応戦したんだが銃が効かないんだ。敵個体からエネルギーシールドを確認。推奨近接物理攻撃。分かった。あなたは他のアンドロイドを退避させて。頼む。ありがとう、トゥービー。助かったよ。一体、何が？わからない。奴ら、急にこの拠点に攻め込んできて。何？キャンプの外から聞こえたぞ。
キリがない。予測、敵大型兵器が叫ぶことにより周囲の機械生命体を呼び寄せている。推奨、敵大型兵器の破壊。命中してよかった。俺は全部破壊してやる。トゥビ、大丈夫？大丈夫。この化け物を倒す。分かった。まず、こいつを排除する。
かりました。一体何があったんだ。ネットワークに接続されている全ての機械生命体が一斉に暴走したんです。おそらく全体を統括しているユニットが暴走したかと。イブって機械生命体だ。その統括しているユニットを破壊すれば全体の活動が停止するの。おそらく。ポット、イブの位置を特定できる。報告、位置はすでに特定。地図にポイント完了。私たちがイブを倒す。パスカルは村を守ってて。お気をつけて。広範囲に強制通信を撒き散らしているみたいです。おそらくこの強力な通信が敵の機械生命体を凶暴にさせているんだと思います。イブを探し出して破壊しましょう。了解。ああ、来たのか。お前たちも思うだろう。こんな世界、意味がないって。俺にとっては、兄ちゃんだけが全部、消えてなくなる。周りの奴らのエネルギーを吸ってるのか。このままじゃ拉致が開かない。イブにハッキングして停止させてみる。トゥビー、援護して。了解。ハッキング中の 9S 本体を防衛する。敵個体が接続されているネットワークは膨大。予測、 9S のハッキング成功確率は低い。推奨 9S。 うるさい。 9S がやれるって言ったらやれるんだ。
ス破損、近接戦闘が不可能。しちゃった。イブのネットワーク分離時に物理汚染されちゃったみたい。そんな。大丈夫、バンカーにあるデータで巻き戻ることはできるから。でもそれじゃ今の君は戻ってこない。そうだね、汚染データをバンカーにアップロードするわけにもいかないかな。はい、イエス。
ない。これは通信データ信号共鳴し合って。生命体側に残していたみたいで、何か気づいたら周囲のネットワークの上で自我が再形成されたんだ。こうやって複数の自我が統合されていくのは貴重な体験だから記録しておきたいんだけど、まだ保存領域へのアクセスができてなくて、とりあえずこの辺りにある敵のメモリーに多重化して保存しておいた後に僕が自分のボディに戻れたという。よかった。機械生命体と私たちアンドロイドを分かつものは何だろうか。意志と感情を持つに至ったロボットたち、彼らが死の間際に振り絞る最後の叫びが今もまだ私の中に残っている。Conspicuous, tell me, God,
Cause we're gonna shout it loud. Even if our words seem meaningless, like I'm carrying the weight of the world. I wish that some way, somehow, that I could save every one of us. But the truth is that I'm only one girl. Still we're gonna shout. Come to life.